だから6月23日ですけど、やっていくこととしてはですね、どうしようかな、まあ、一応ここ塗装する感じですね。塗装といっても本来ここを床を抜いて、やり直そうかなと思ってるんです、思ってはいたけれども、そんなね、床を張り替えなきゃいけないほど落ちてもいないんですよね。多分値段が効いてなくて危ないかなっていうのはあるけれども、中途半端なんだよね。中途半端な床なのでどうしようかなっていう感じなんだけれども、まあ迷ってあげていいのかなって。とりあえずまあ何の回もやりると落ちてから考えようかなって感じです。まあまずここクレオソートで防腐剤のだけを塗っておきます。なんか水がこぼれたら床が吸っちゃうんですよね。多分ミスとか塗ってないんで。で、ここも、塗ります。びちゃびちゃっと。はい。なので、まあ、あとはこう床打ちつけて、ここもちゃんとやっていきます。断熱材が1枚もなく、かつここ通風口の真上だったんだよね。それはクソ寒いよって話なんで、ちょっと壁際の断熱だけを、まあ、頑張ってやっていこうかなって思います。はい、じゃあまずここからペンキやっていきますか。今回の動画からですね、ここを解体した後の今を作る瞬間になかなか今一応始まった初っ端なんだけどさ、何があったんだ。床ここで切って床の方向変えてるね。多分ここ絶対建物として違うんだよな、絶対。多分ここ絶対増築だよ。ここら辺以外絶対増築だよ。まあここら辺が塀が出る。うん、なんじゃろうな、なんじゃろうな、まあな、まあぼちぼちやってて、で解体した戸棚なんですけど、なんか戸棚を解体した後になんかのみで穴掘ってあるんですよね、目覚めが。だから柱とか、あとはまあ天井入んないと分かんないですけど、この不自然さがまあなかなかあるわけですよ。で特にこの画面右側の台所がある部分はがっつり基礎からはみ出してるんですよ。で基礎がどこまでかって言ったら、台所のスペースから左側ですね、画面奥のコンセントっていうか、コンセントじゃないか、なんだっけな、あれは火災警報器なんですけど、ベニヤの板から右側、要は茶色い部分から青いところとか、キッチンがあるところ、あそこは全部基礎からはみ出してます。で基礎っていうのは、まあ、画面で言えば茶色い部分ですね。床とベニヤ、今俺が立ってるところ、そこの坂、そこまでしか基礎がありません。完璧に台所をはみ出してるんですよね。なので完璧な増改築の跡があります。で、これ外から見てもわかるんですけど、基礎が見えないっす。基礎からまあ建物がはみ出してる感じで、まあ、なかなか増改築が忙しいなっていう感じです。で、ホームデック行くと分かるんですけど、どうやらですね、この家はもともと家じゃないっす。はい。家じゃなくて、なんかこう、前の家主が、もともと本当に持ってた家をなんか火事で全焼したっていう記録見つけました。まあ、多分どっかの回で言ったと思うんだけれども。まあ、火事で全焼させちゃって、じゃあ、新築の家を建てるまでに、まあ、仮住まいが必要だということで、ここの、なんだろう、あずま屋みたいなものを、自分の家に登録するために筆を分けて、その前の家主が買い取ったという経緯があります。はい。一応これ、架橋ポリをつけていきます。まあ、あと、水がちゃんと止まるかどうか、最近見ておきますね。いやー、どうなるかどうかだな。
下行って。おー、臭い。おー、出てきた、出てきた。オッケー、オッケー、オッケー。あ、しべたい、しべたい。止まってるね、ちゃんと。じゃあ、花鏡を掘りつけていきましょうか。はい、今前回買ってきたやつがこれなんですよね。でこれはなんだっけな、花鏡ポリじゃなくて PE 缶なんですよ。ポリエチレンなんですよね。花鏡ポリエチレン PE 違うな、なんだっけ、あの塩ビ缶みたいなやつだな。塩ビ缶みたいなやつにつけるからちょっと経緯が違うんだよね。はい、でこれがね、このさっきのやつのインナーコアってやつなんだけど、これはインナーコアは 13A です。でも 13A なんだけど、この花鏡ポリも 13A だけど、これ入んないんよ。なんでかって言ったら、花鏡ポリエチレンじゃなくて、あの塩ビ缶の方なんだって、これは 13A のね。だからちょっと径が合わなくても仕方がないわけというわけでした。いやー、無駄な金使ったわ。そろそろ車も取りに行かなきゃいけないから忙しいね。まあ、一応ここ水漏れもなくなってはきているから、まあいいね。まあ俺これかでは結構できた。背景欄は手で出しに行きましょうか。はい、でここからが、まあ花鏡ポリを本格的に備え付けをするというところです。で花鏡ポリに関して注意することっていうのは、やっぱり切り口を粗くしないことなんですよね。あの花鏡ポリカッターってあるんですけど、僕はそれ使ってなくて、何でやったっけな。一発目はブラック&デッカーの丸ノコでブイーンとやってます。でちなみにこれやってもいいんですけど、バッテリーが弱い状態だと切り口粗くなるんで、バッテリーが新しい強い状態でやってください。じゃないと切り口にバリがすごいできちゃって、そのバリがあの花鏡ポリをつなぐあのジョイントに入らなくさせちゃうんで、やる場合、電動工具でやる場合、特にあのポータブル式バッテリー式でやるんだったら、バッテリーの充電仕立てをおすすめしてます。で手で切るんであれば、あのプラスチック用 の, あの細かい刃のノコギリがあると思うんですよ。あれが無難ですね。切り口がすごく粗くならなくて、割り取りもしないまんま、あのジョイントにブセッとさせるんで、個人的には時間かかってもそれがおすすめですね。で花鏡ポリの中のこうホースの外装ですね、画面、まあ、最初に出ていた左側の青いもの、あれが意外と切れないんですよね、邪魔なんで。だからそれをちゃんとこう切った上でやんないと切れなくて、まあ、それごとぶった切るんなら花鏡ポリカッター買った方がいいかもしれないですね。今は一応切ったので、まあ、作業するときにこういうね、散らかったものはどうするかっていうのは課題なところで、まあ、まずこの抜けてる床をちょっとあれしようと思う。塞ぎます。作業しづらくてしゃあないですね。まあ、あとはどうしようかだよね。で、俺の心配事としてはこれ。スイッチがこれはあれだったんですよ、この間の動画で、あれだわ、不等線じゃないや、失礼、ヒーターですね、ヒーターなんだけども、
まあ、剣をしてるか俺微妙なんです。断線をしてるかどうかも見てねえから、だから多分断線してて剣をしてなかったら今年の剣とか多分破裂してるから、それは不安だからこそ、まあ試してみようかなっていうのがあるので、まああとは白アリとかかなーだけど、まあ一応あるけれども割れてたら割れたでそれでいったなって感じです。まあそれでヒーターが機能してないっていうのが分かったっていうところだからね。そしたらまあ上からまたぐるぐる巻きに巻くわけですけど、これでまあようやくここで、水漏れの理由も給湯器の、同調排水の排水が止まらなかっただけだし、でその同調排水が同調水圧の排水が止まらないのも、水道シャワーヘッドの逆流が原因だったということが分かりました。で前回の動画のタイトルにも書いたんですが、まあ、27万になったんですよね。でこれ過強プリ同じの買って大体5000円ぐらいなんですよね。でそれを1万5800円取るっていうのはありえないんですよね。多分絶対手間代かかってますよ。だから過強プリを水道屋に頼むんだったら自分 でやった方がいいと思います。で自分でやらない方がいいような施工としては、どっかだっけな、空き家をここを買う前にどっかで内覧して1軒だけあったんですけど、風呂場ですね、要は風呂場の水道が全部死んでて、じゃあもうやり水道管やり替えるのもやってられないっていうのに、天井から全部波強ポリを通してお風呂場の給湯、混合線に直結させる、あるいはガス台、ガス給湯器とか、そういう給湯器を経由で、まあ、広範囲に天井裏を通した上で、波強ポリを設置するっていうことであれば、まあ、業者に頼るしかないですよ。で業者はね、見栄えを気にしてそうやるんだけど、あと床下通すとか、で床下って言われたんだけど両方反対しました僕は。あの床下ってもう絶対凍るの分かってるんですよ。昔の築古だから、あのドマコンを打たない限りは全部湿度も上がってくるし、湿度が高い状態で気温落ちてきたら寒いじゃん。だからそれも嫌だし、でかといって天井を通すって言っても、逆にこの家天井も寒いんですよ。あの壁の抜けがめちゃくちゃいいんで、あのカビてないんですよ。カビが一切ない天井裏なんで、まあそこで凍ってしまった場合、多分あの VVF ケーブルを連れて水に濡らすから、それも嫌なんですよ。だからまあ自力でやった感じですね。はい、今日はここまでだ。疲れた。はい、しました。ちょっと片付けて穴ぼこがなくなっただけ素晴らしいと思います。わかった。だからわかりましたらね、よでは。はい、だから水道屋っていうのは、まあそのなんだろうな、とりあえずその配管に関しての知識あるけど、じゃあその物件を知らないわけじゃない。構造もわかんないし、大工じゃねえし。だからとりあえずその付け焼き場的には正しい提案します。やっぱりあっちもあっちでプロだし金取るからね。でもさ、その付け焼き場が気に入るか気に入らないかっていうのは、まあこっちの問題さ。確かに一理あるんだけど、その一理嫌いなんですよ僕が。だってちゃんと苦労してるもん。床下ね、ボックス前進で入って天井裏だってさ入ったし。だからまあ気に入らなければ過強ポリを自分でやるっていうのは手かもしれないです、っていう回でした。ではでは。